はいどうも、タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか？僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、皆さん、最近プロジェクター使ってますか？僕の家はですね、もうテレビを排除して、結構、立ちました。で、テレビの代わりに今は単焦点のプロジェクターを使っていて、まあそれでね、映画見たりとか、まあテレビ見たりとか、まあそういったものを楽しんでおります。で、まあ世の中にはたくさんのプロジェクターがございます。例えば単焦点プロジェクター、あとは中華製の安いプロジェクター。で、あとはですね、ちょっと値段は張るんだけど、中にアンドロイドとかが入っていて、まあ別途ね、Amazon Fire Stick TV とかそういったものを買わなくてもいいモデルとか、まああとは最近アンカーとか、ポッピンアラジンとかそういうメーカーさんが出しているですね、シーリングライトタイプのやつも、出ているかと思います。はい。で、そんな中皆さんこう思ったことございませんか？安い値段でなおかつアンドロイドが入っていて使いやすいモデル、そういったものを探してるんじゃないかなと思ってまして、今回は皆さんにですね、コスパ最強の次世代プロジェクター、それをご紹介したいなと思います。商品はこちらになっております。プシュこちらの今現在ですね、グリーンファンディングというクラウドファンディングサイトで現在出資支援を行っている T03 というですね、プロジェクターをご紹介したいなと思います。はい。で、こちらの T03 はですね、過去に僕が紹介したこちらのプロジェクターの後継機モデルになっておりまして、で、業界初となる、ユニフォーミティ 85% の、新開発 LCD ランプを搭載したプロジェクターになっておりまして、家庭用プロジェクターの常識をですね、覆すハイグレードシアターのようなですね、澄み切ったクリアな映像とですね、鮮明でシャープな表現を実現したほか、D035 でですね、かなりの要望をいただいていた、操作画面、サウンド周り、動作の安定性を大きく改善したモデルになっておりますので、D035 でちょっと不満を持っていたよとか、D035 良かったけど結構古くなってきたからそろそろ買い替えようかなっていう風に思ってる人はですね、ぜひこちらの T03 をですね、ご購入の検討に入れていただければなと思います。はい。で、こちらの、T03 でですね、採用した LCD ランプ、皆さん聞いたことございますでしょうか？正直なところ僕もですね、LCD ランプっていうのは今回のレビューをするまで、まだ2回もですね、携わったことがございませんでした。この LCD ランプっていうのは、色や輪郭が、従来の、D035 よりもですね、さらにこう引き締まった表現をする。まあ、いわゆる中に入ってる、ランプになっておりまして、同じ明るさや画質でもですね、明るく澄んで、見える映像を投影できるのが特徴的な、ランプになっております。画質はもちろん、こちらの T03 はですね、1920×1080p の、フル HD の解像度で投影することができるので、その明るく澄んだ映像を大画面で迫力ある光景でですね、見ることができるので、ぜひですね、こちら、私のリビングの方でですね、実際実演してみたいなと思うので、そこのところを注目してみてください。で、こういったプロジェクターで暗視ルーメンっていうのをおそらく皆さん聞いたことがあると思うんですけど、暗視ルーメンについて、皆さん、実際のところ分かっておりますでしょうか？はい。暗視ルーメンっていうのは、いわゆるですね、暗視米国化規格協会が、定めたですね、プロジェクターの照度を表す、単位になっておりまして、60インチの投影面を、縦横に合計9分割してですね、その領域の、明るさの平均値から、ルーメン数を算出するモードになっております。で、今回のこちらの T03 に関しては、前回の D035 同様ですね、明るさ150ルーメンという形になっておりまして、結構これ150っていう数値はですね、明るいものになっております。多分皆さんこう思ったんじゃないでしょうか。ユニフォーミティって何っていうところだと思うんですよね。ちょっと今編集をしている段階で、ちょっとこれは視聴者の人にもしかしたらあんまり優しくない説明の仕方だったかなって思うところがあって、2点ですね、ご説明させていただくと、まずこのユニフォーミティについて、もう少し詳しくご説明させていただこうかなと思います。はい。多分ね、ユニフォーミティについてあまり聞いたことがないよっていう人がほとんどだと思うんですけども、このプロジェクターっていうのは、その性質上を中心部と比較して、
その周辺が暗くなる傾向があるんですよね。で、光や色のムラが結構生じてしまうんですよ。で、まあ、わかりやすく言うとですね、懐中電灯をイメージしてもらえばすごいわかりやすいかなと思っていて、懐中電灯って真ん中の方すごい光が出てるけど、端っこに行けば行くほど薄くなってると思うんですよね。そういう感じで、このムラに対する補正力をユニフォーミティという形に言います。で、これはパーセンテージの補正割合を表示する形になっていて、従来機の D035 含め、従来型の LCD っていうのは、このユニフォーミティが 70% が限界だったんですよ。で、これは中心100に対して周辺の、光量が 30%、減少していることが起こっているっていうことなんですよね。で、一方で今回アンカーなどで使用されているような DLP ランプとかはどうなのっていうふうに言うと、ユニフォーミティが約 90% あると言われてるんですよね。90% あるってことは、要するに周辺の光源が 10% 程度ぐらいしか減ってないっていうことになるんですよ。これはまあ一応メーカーによって異なることもあるんですけど、大体こんな感じだと思っていてください。で、一方で同スペックでも2倍近い価格にもなっていて、T03 が次世代機と、歌っている理由がここにあるんですよね。何かっていうと、この T03 っていうのはですね、ユニフォーミティが 85% を実現し、光源の減少 15% に抑え、さらにこの DLP に匹敵するですね、映像表現を安価なコストで実現したっていうのがすごいところなんです。まあ、いわゆるですね、光量の減少が抑えられたことによってですね、中心部は D035 と同様の明るさにはなるんだけども、周辺部の光量が増加して、同スペックでも明るく見えるっていうことになっております。はい。で、言ってみればですね、ちょっと誤解を生むような言い方にもなるかもしれないんですけども、テレビのような平均的な明るさを持つプロジェクターになるとも言えるっていう感じです。はい。で、もう一つの点っていうのが LCD ランプについてなんですけども、この LCD ランプ自体はですね、D035 を含め価格の低い、プロジェクターに搭載されているのは間違いないんですけども、この T03 はユニフォーミティ 85% になったことにより、ハイエンド機と同価格の映像表現を手に入れたというのが肝になっております。高さん、そんなお手軽っつってどうせ5万6万するんでしょうっていうふうに思われた方も多いんですけども、実は値段なんですが、こちらですね、超早割れを、まだ残っておりまして、31,360円で購入することができます。で、一般販売予定価格も44,800円と、まあ、比較的リーズナブルにはなっているので、まあ、よりね、お得に買うんだったら早めに支援をいただいた方がいいかなと思います。はい。それじゃあ早速ですね、こちらの T03 中身の付属品を確認してですね、それからスペック等を、ご紹介できればなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー！お待たせしました。中身としては、こんな感じ。まずは、本体が人と、あと付属品がですね、いくつか豊富に、入っておりまして、で、例えばですね、このようなマニュアルが1個。で、あとは、HDMI が1本。で、このような形で、電源ケーブルが1個。で、あとは、こういったリモコンが1個ついてくるって感じです。はい。で、説明書に関しては、一応ね、中を見てみると、英語の説明書かなになっていて、もしかしたら皆さんのところで届くときには日本語に変わってるかもしれません。ちょっとそこら辺のところはですね、メーカーの公式ホームページを見ていただくか、グリーンファンディングの特設ページの方を見ていただくのがいいかなと思います。はい。で、電源ケーブルに関しましては、まあ、比較的ですね、短くなく、まあ、それ、程よい、長さを持っていますので、多分、そうですね、電源周りがそれほど遠くなければいいかなと思います。1メートルぐらいは多分あるのかな。うん、それぐらいありそうですね。はい。で、こちらが HDMI ですね。HDMI はちょっと短いので、もしよければ皆さんの家のものを使っていただくのがいいでしょう。はい。で、リモコンはこのような形になっておりまして、まあ、よくある、リモコンですね。はい。で、ここで、十字キーの選択ができて、ここ電源ボタンの、メニュースクエアのホーム画面。で、ここで音量設定して、これが多分ね、おそらくマウスカーソルを動かす用のボタンになっているかなと思います。はい。で、リモコンを駆動させるにはおそらく電池が必要で、ここに単4電池に2本必要かなってところです。はい。単4電池は特についていないので、ご自身でご用意いただく必要性がございます。はい。で、本体を、ざっくり見ていきましょう。本体としては、まあ、このような形で、今までの、ここから出ているプロジェクターとはちょっと若干違ってですね、四角くて、スッキリした印象を持てるなって感じがしております。下の方を見ていただくと、このような形でですね、三
脚を取り付ける用のネジ穴がついていますので、マウントを持っている人とかだったら電釣りができるんじゃないかなと思います。まあ、あとは三脚ご自身で、まあ、何かが持っているものがあれば、それに乗せてあげて使うとかもできます。はい。で、後ろの方を見ていただくとこのような形になっていて、よいしょ。はい。こんな感じでですね。まあ、USB をさせるところと、イヤホンジャック。で、あとは HD っていう形で、これが HDMI の、まあ、端子の挿すところですね。で、これが電源ケーブルを挿すところっていう形で、比較的シンプルかなって思いますね。ただ、後ろ側にこれがあることから、おそらくですね、天井投影するときに、こういう感じで寝かして投影したいなって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、その場合はなんか1段か2段ぐらいですね、ちょっと、ブロックかなんかの上に乗せた状態でじゃないとですね、床直置きはおそらく難しいかなといったところです。スペック紹介の方をさせていただこうかなと思うんですが、こちらの T03 なんですけども、最安価格としてはもう終わってしまったやつもあるんですが、29,800円から販売しておりました。ディスプレイ方式は LCD で、明るさは150アンシルーメンです。これは、こちらの、一番右のですね、表にある D035 前作モデルなんですけども、それと同じアンシルーメンにはなっております。今回の、モデルに関しては、で、天釣りや天井の、投影も一応できる形にはなっていて、1920×1080p で、まあ、解像度にはなっております。で、コントラスト比は5000:1、台形補正機能としても縦自動の40、フォーカスはマニュアルで、ランプ寿命は約3万時間、投影サイズとしては 40×120、内蔵スピーカーは 3W×2 なので、ここら辺のところが前回の D035 より、ちょっとね、進化しているので、まあそういう点ではですね、音はすごい迫力ある音が聞こえるんじゃないかなと思います。で、接続方式は有線で、有線という内容としては HDMI、USB、オーディオ、アウト、3.5mm ピンがついていて、 Bluetooth、Wi-Fi が使えるって感じですね。で、有線のところに関しても前回の D035 よりもですね、圧倒的に拡張性がちょっと増えてはいるので、まあここら辺は結構嬉しいところですね。オーディオアウトの 3.5mm ピンがあることによってですね、例えば、外部、まあ、プリアンプとかにつなぐことができるので、もっと音を良くしたいという人にも結構これは使いやすいかなと思います。で、ユニフォーミティが 85%、 OS 搭載としては Android 9.0 が入っているので、もうこれ単体でですね、 Netflix、Hulu、Amazon プライム、YouTube、そういったものも見れるので、別途、ここにですね、 Fire Stick TV をつけなくていいってところがこいつのすごいいいところかなと思います。で、内蔵メモリは 1GB で、内蔵ストレージは 16GB という形になっております。それでは早速ですね、こちらリビングに、実際行ってですね、設置してみて投影をしてみようかなと思います。それでは行きましょう。 Let's go。 はい、皆さんお待たせいたしました。今リビングに、来てですね、設置の方をしました。三脚で取り付ける場合はこういう感じで、で、今下の三脚ね、100均の安いやつなんで、もし良ければ皆さん頑丈な、三脚をですね、買っていただいて取り付けていただければ、もっと頑丈に、まあ、固定されるかなと思います。で、今、スクリーンまでの投影距離としてはだいたいね、2メートルあるかないかぐらい、それぐらいのイメージです。で、このですね、リモコンの、この電源ボタンを1回押していただくと、起動する形になります。今音が聞こえますかね、ちょっとモーターの音がしたと思うんですけど、そしたらこのような形で投影されます。今現状は1個だけ照明だけ焚いた状態でですね、投影をしているんですが、スクリーンにちゃんと文字が映ってるの分かりますかね。こんな感じで150アンシルーメンのこの明るいですね、プロジェクターランプであれば、これぐらい鮮明に明るくても映るので、そういう意味ではですね、日中ご飯食べてる最中とか、それこそね、まあ明るい状態の、中でのですね、お子さんのテレビ番組の視聴とかにも、向いてるので、暗い中でずっと見続けるとやっぱりこう目悪くなると思うんですけど、それもねないので、安心できるかなと思います。はい。で、スマートフォンの起動っていうのが最初に流れてですね、そしたらその画面が終わり次第ですね、このような形でインターフェースとしては Amazon プライムに近い形になったかなって感じですね。はい。こういう感じで、リモコンで選択をすることで様々なアプリに、繋がるといった感じです。まずは、設定に入っていただいてですね、この設定
定の中からネットワークに入っていただいて、ご自身の家のですね Wi-Fi の設定をしていただければなと思います。で、一応これに関しては 2.4GHz 帯でもいけますし、なおかつですね 5GHz 帯でもいける形にはなっているので、どちらを選んでいただいても構いません。特に理由がなければ 5GHz 帯の方を使った方がですねいいんじゃないかなとは思います。で、接続ができるとですねこのような形で、はい、で画面サイズなんですけど、2m ぐらいだとね、だいたいね今で言うとどれぐらいだろうな、これ60インチかぐらいのテレビぐらいかなと思いますね。うん、60か50インチぐらいのテレビの、大きさになっていて、めちゃくちゃ大きいかっていうとそうでもないです。ただ、これぐらいの大きさが一番見やすいかなとは思いますので、実際ですね家で見るときはこれぐらいのサイズの方が、首も疲れないしいいんじゃないかなとは思います。で、その他できることとしてですね、このような形で HDMI で、切り替えしたりとか、オーディオ設定してあげたりとか、その他のところを見ていただくと、こうアプリ設定とか日付設定とかそういったことができます。はい。で、前作の D035 に比べるとやはりこのメニュー画面が結構触りやすいなっていう風に、見た感じを持っていて、どこに何があるのかっていうのがすごい明確化されている。で、特に、触りたいこう YouTube だったりとかプライムビデオだったりとか、そういうのもですね、このホーム画面に設置してあるっていうところから、こう結構アクセスはしやすいなと思いました。うん。で、このアプリっていうところのタブを開いてあげると、落としたアプリがそれぞれ見れるようになっているので、こういうところもですね、結構 Android とか、スマホ世代の人とかには、触りやすいんじゃないかなと思います。ちょっと YouTube をですね軽く、見ていこうかなと思います。はい。実際ですね、今電気がついている状態だと、これぐらいの見え方にはなるんですけども、これ電気消した場合どれぐらいなのかっていうとですね、電気消した場合これぐらい鮮明に映ります。はい。ちょっと僕の方のカメラもこういう感じにしておきます。こんな感じになっていて結構ね鮮明に映るかなとは思います。はい。で、リモコン操作においても結構こうスムーズに動くので、そこまでストレスも感じません。で、ちょっとなんか適当になんか一個動画見てみましょうか。はい。例えば、今日の動画見てみると、こういう感じ。内蔵スピーカーで今音を流してるんですけど、音も結構聞きやすいですね。よろしくお願いいたします。はい。マックスまでするとこれぐらいです。マックスにしてもそんなに音が割れてはいないので聞き取りやすいです。スマートウォッチでいうと Apple Watch 新しいのが出るんじゃないかと噂されております。で、Apple Watch 気になってるよっていう人も多分いらっしゃると思うんですけど、そもそもスマートウォッチいるのかどうかっていうところで悩まれている方結構多いんじゃないでしょうか。で、今最近はですね、一昔前までスマートウォッチは電気をつけると、こんな感じ。ね、この今上にある電気つけると、こんな感じ。なので、明るさ的には、ちょっと間接照明ぐらいだったら見やすいかなとは思いますね。その中、最近ではですね、一応この T03 は、こういう風に YouTube が見れるような Android 9.0 を搭載している形にはなっているので、トップ画面を、前回よりも一新してですね、よりよくこうエンターテインメント寄りに、なったっていうところでは、このプロジェクターっていうのは結構使いやすいかなと思います。で、例えば YouTube 以外にも、こういう風に Netflix だったりとかプライムビデオにも即、いけることからですね、お子さんいらっしゃる家庭とかだったら Android TV を買うと結構バカらしいぐらい高いので、同じインチぐらいでこれだけ綺麗に見えるのであればこっちの方が断然お得かなって感じがしますね。例えばどれぐらいこの、RGB とかそういったところが綺麗に見えるのって皆さん気になると思うんですけど、4K 動画のフリーのものをちょっと見てみようかなと思うんですけど、アクアリウム、これを見てみたら結構綺麗だなっていうのがより分かりやすくなるかなと思っていて、結構ね鮮明に映ってるのが分かるかなと思います。この青の、色彩の綺麗さだったりとか、白とか、そういったところのコントラスト、そういったところを含めるとかなり綺麗です。はい。で、今現状ですね、これに関しては、解像度は、
1080p の60で、出しているんですけど、動画見るだけ綺麗だったら、最近のね、安いテレビとか、ちょっと高いね、Android TV ぐらいかなって思います。で、追加指定で、こうね、音声あんまりしないので、前作に比べるとですね、圧倒的に音質面においても進化したんだなっていうのがよくわかります。で、一応これに関しては、だいたい6台のテレビのサイズで、離れ後ろに下げると、これぐらい。また大きくなるのはなる。マックス120インチ、約横約 2.6 メートル、縦 1.5 メートルのですね、大画面で投影することができるので、まあ、D035 は最大200インチでしたが、まあ、150アンシルーメンの明るさには不要な、大画面をね、あんまり必要としないっていうところから、本体構造がより丈夫になったっていう面でもですね、ちょうどいい、一番見やすい、インチサイズで留めたっていうところではいいかなと思います。さっきよりもね、全然倍ぐらい大きくなってるので、本当これぐらいのサイズだったらね、家では十分かなと思いますよ。はい。で、一応、この、スピーカーなんですけど、これに関しては 3W×2 のフルレンジスピーカーが、中に入っておりまして、一応 Bluetooth は優先接続できるので、この音質じゃちょっと物足りないなって思ったら、別途 Bluetooth で何かね、マガを繋いであげる。そういう風にするね、より臨場感高い映像で、映画が、そういったものも楽しめます。はい。で、一応今ちょっと優しめの音を聞いていただいたと思うんですが、もう少し迫力の花火の音だったら、より臨場感があるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、爆発音というか破裂音もですね、しっかり聞こえる形になっていて、うん。結構音質的には悪くないですね。音割れもしてないので、うん。映画とかの銃撃戦とかのシーンとかでも、結構綺麗にですね、音が鳴るんじゃないかなとは思います。はい。一応こちらの LCD ランプに関しては、かなり高寿命なものになっておりまして、プロジェクターには2000時間程度でランプの寿命が来てしまうものもあるんです。まあ大体それはですね、1日3時間の利用したとすると2年持たない計算なんですよね。なんですけど、この T03 のランプ寿命に関しては D035 と同様に3万時間までですね、映る形にはなりますので、こちら1日8時間使用したとしても10年近く使っていただけるっていうところから、まあ、こういったね、映画とか、まあ、あとはですね、まあ、ミュージックビデオ、そういった映像をですね、長く楽しんでいただけるっていうところでは、かなりいいんじゃないでしょうか。一応、こちらに関しては、今ね、ちょっとスマホで動画を撮っているので、アプリでの操作っていうのはちょっとできないんですけども、別途アプリを撮っていただいたらですね、アプリ上で、キーボードで、まあ、検索をかけてあげたりとか、まあ、遠隔操作っていうのもできるので、まあ、こう、リモコンで、今まではですね、こう、操作をいろいろしていたと思うんですけども、リモコンじゃなくても、こう、普段のスマホを操作する感覚で、こう、操作ができるっていうのは、かなりいいかなとは思います。はい。こちらのアプリもですね、撮っていただければなと思います。で、やっぱりこう、設置してみて、すごいいいなって思ったのが、やっぱりこのデザインですよね。デザインがすごい小さくてコンパクトなのにもかかわらず、大迫力の画面で見れるっていうところでは、かなりこれは、一般家庭においてですね、リビングにおいていても、こう、インテリアを邪魔しない形になるので、設置しやすいし、気軽に、取り入れていただきやすいんじゃないかなと思いました。ただ、一個ね、これは D035 の時にも僕言ったような気がするんですけども、上がね、マニュアルフォーカスなんですよ。今ピント合ってると思うんですが、これをですね、まあ、ここでですね、まあ、こういう風に、ピント調整をするっていう形で、鮮明さをね、出していく形になるので、ここはね、自動フォーカスにしてくれた方が、僕的には、もっと嬉しかったなって思ったので、まあ、今後ね、次のアップデートがある場合は、自動フォーカスにしていただけると、助かるなって感じがしました。じゃあ、ちょっと最後にですね、実際に、こういう 4K 動画でですね、流し見っていうところを皆さんに体験していただいて、音質面だったりとか、RGB っていうのを実際にですね、もう少し体験いただければなと思います。
い、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの、新しい、プロジェクターですね、 T03 というものをご紹介させていただきました。はい、まさしくコスパ最強の次世代機と言っても過言ではないだけあってですね、やっぱりこう Android の部分、 Android 9.0 が入っているっていうところがすごい、いいなって思いました。はい、特にですね D035 よりもですね、操作面っていうところも、非常にしやすかったし、なおかつですね、なんかこう最初のインターフェースの立て付け構成がですね、 Amazon プライムにすごい似ていたんですよね。なので僕普段から Amazon プライムの Fire Stick TV を、使ってるので、何のね、まあこう違和感もなく、まあこうすんなりとですね操作ができたっていうところでは、まあ普段から Fire Stick TV を使ってる方だったら操作、非常に迷うことなくいけるんじゃないでしょうか。一応これに関してはですね、アプリも自由に落とせますし、なおかつですね、まあHulu とかもいけるし、 Netflix とかそういったものも見れます。今回はちょっと著作権の関係上ですね、Amazon プライムだったりとか、まあそういったところは流すのをやめさせていただいたんですが、皆さん YouTube の動画見ていただいてすごい綺麗だったかなっていうのが分かったかなと思います。ああいう感じでですね、まあ実際、YouTube のいわゆる1080で、見れる 4K 動画とかでもですね非常に綺麗に見れるので、映画とかを見るとよりシネマティックにですねかなり綺麗に見れるんじゃないかなと思いました。はい、でちょっと使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくと、いいところとしてはこちらね、やっぱ 5GHz 帯が使えるっていうところが非常に良くて、今までのね安いプロジェクターで 2.4GHz 帯しか使えなかったので、やっぱローディングちょっとね遅いなーとかクルクルすんなーっていうのがあるんですけど、今回 5GB なのでやっぱりローディングがすごい早かったので、そこら辺のところはすごいいいなと思いました。はい、でさらにやっぱ 9.0 の Android が付いてる分ですね、余計なものをつけなくていいっていうところでは、先ほど見ていただいた通りプロジェクターにも電源ケーブル挿すだけで実際使えるんですよね。なのでそこら辺のところはね、部屋がごちゃごちゃしないし、プロジェクター周りも線がこういろいろごちゃごちゃしないっていうところではかなりいいなと思いました。はい、さらにはですね、いいなって思ったところとして、音質が結構良かったなって思ったので、まあ D035 の時ちょっとね音質軽いなって思ったので、その時よりも全然進化しているっていうところでは、前回 D035 を買って音質面にちょっと不満を持っていた人にも今回は、結構、満足いただけるんじゃないかなと思います。で一方ちょっと残念だなって思ったのは、先ほども言った通りですね、やはりこのマニュアルフォーカスをしなきゃいけないっていうところが、まあ値段を落とすためにまあここをマニュアルにしたのかなっていうところはあるんですけども、まあ、もう少し値段高くしてもいいので自動フォーカスにしてくれた方がなお良かったかなと思います。はい、ただしですね、今回実際投影させていただいたのもですね、こういった、まあ小さい、三脚でまあこう斜めに不安定にしていたと思うんですが、それでもですね台形補正というのはちゃんとしっかりできていたの で、そういう意味ではですね、かなり見やすいモデルにはなっているので、プロジェクターで安いのを探してるっていう人はですね、こちらの T03 をご購入ください。僕の概要欄から買えるようにしておきます。グラウドファンディング、グリーンファンディングでぜひ皆さんまた支援しておりますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあ